レオポルド・デ・メディチは、イタリアの数奇教、学者、芸術のパトロンであった。トスカーナ大公コジモ2世でメディチと、ヒマリマー・アマッタ・レーナの末息子として、フィレンツェで生まれた。フラビアーノ・ミシェリーニと、エヴァンジェリスタ・トリチェリの師であるヤコポ・ソルダーノに、教育された。兄・フェルディナンド2世でメディチが、大公になると、産業、農業、貿易担当の助言者となった。レオポルドは、 科学に深い興味を持ち、1638年にアカデミア・プラトニカを兄・フェルディナンドと共に設立。1657年にアカデミア・デル・チメントを設立。1641年にはクルス科学会のメンバーの一人となった。レオポルドは貴重な文書、絵画、彫像、効果、自画像などの偉大な収集家であった。1667年12月、彼は クレメンス旧世により参個前ダミアーノス機キ教に任命された。この頃からレオポルドはしばしばローマへ旅するようになり彼の芸術的興味を追求した。ありがとうございます。